お疲れ様です。2月20日火曜日朝6時の相場解説になります。この動画はですね、FX オリアル日の皆様と、速稼塾限定動画をご覧の皆様にお届けしております。FX の相場解説になりますけども、朝予測して、そして昼ぐらいに調整して、エントリーする。それから夕方にはね、決済して利益を我が物にするっていう、そんな流れになってますんで、お勤めの方とかに向いてるんじゃないかなと思います。FX ってのは常に値動きを見ないといけないものではなくて、そうですね。だいたい3、4時間に1回見に来ればもう十分です。あまり細かく見すぎると、目先の動きに翻弄されて、利確を焦ったりとかね。あと、損失がちょっと出たからって言って、ビビってね、そのまま損切りしてしまうってことになりますんで、ある程度、長いスパンで見る必要があるんですよ。例えば、デイトレードっていうのは、朝6時に見て夕方6時に決済する。この12時間もしくは10時間ぐらいの流れの中で利益を取れるような形になってるかどうかってことを見ていくというものになりますんで、1時間に1回とか見ちゃうとね、もうちょっと見すぎなんですよ。もちろんね、1時間に1回見ないといけないような、そんな値動きの激しい時もありますけどもね。ただおおむね10時間で勝負がつくように作り上げていって、そして逆に言うとね、10時間で利益を取れるような、そんな値動きを追っかけられるような自分の見る目を養っていくってことによって、今の暮らしと FX で投資するってことのバランスをとっていくんですよ。それから徐々に専業になっていって、儲けを上げていくって形になると、もう完全にね、今お勤めの仕事を徐々に時間を減らしてやめていくみたいな形になって、FX だけでも暮らしていけるようになるというふうに向かうことはありますけども、FX だけで暮らしていくんだったら、それこそね、1時間に1回とか見に行った方がいいですし、15分足を見たりとかね、それからファンダメンタルの情報を収集するために時間を使ったりってことになりますので、それこそ他の仕事をしてる暇がなくなりますんで、私もね、トレードの間に家事とかやってますんでね、子育てとかね。そういった形で、私でもね、仕事をしながら、家事をしながら、育児をしながら、外出して買い物をしながら、趣味の時間を楽しみながらできる形で、朝6時、深夜3時もありますけどね、深夜3時、朝6時、それから朝9時、12時、午後3時、午後6時、このぐらいで、皆さんにね、放送をお届けできればと思っております。はい、前置き長くなりましたけども、今日はね、値動きが圧縮されているよっていう話です。一つにはここ見てください。ずっと上の方に向かっていった値動きなんですけども、ここに来てね、下髭と上髭が同時に出ていますよね。陰線と陽線で、これは値動きの圧縮が起きてるなっていうふうに感じるところであります。ただし、こんなね、たった1本だけのヒゲが上下に出たからって言って圧縮が起きてるっていうふうに結論付けるのはちょっと早いです。どういうことなのかってことは、細かい時間を見ることによって分かってきます。次は4時間を見ていきますね。4時間見ていくと、ここに下ヒゲが出ていて、ここでピンセットみたいに同じような形の上ヒゲが出ていますよね。これによって、下へ向かう動きが打ち消されて、上に向かう動きが打ち消されてるっていうふうに感じることができます。あとは値動きの下の価格ですけども、この辺りがだいたい実態の限度になってますよね。それから上の価格の推移なんですけども、最初はここで始まった値動きがだんだんこうね、落ちていってるというふうに見えると思うんですよ。こういうふうにね。で、ここもそうかもしれません。ここはまだ未確定ですけども、そうなってくると徐々に圧縮を受けてるでしょ。下はもうここから下の値動きっていうのはもう完全にないわけですけども、この辺りはね、ないわけなんですけども、こちらの方も徐々に、切り下がっていって、値動きが圧縮されている形になりますよね。これを見つけるのがどうかってことなんですよ。これをディセンディングトライアングルとも言えるんですけども、ディセンディングトライアングルの場合はね、高値圏で出ちゃうと、これは下に行く可能性ってのは低いんですよ。今高値圏ですよ、こうやって。高値圏に入って、ディセンディングトライアングルは基本的に下に抜けるんですけども、本当はね、これアセンディングトライアングルになってくると上に抜けやすいって形でもできるんですよ。こうね。でもディセンディングトライアングルってのは逆にこうですから、下に抜けても限定的で、押し目を作ってまた上がるみたいな形ができるんですよね。それをこの4時間軸でちょっと意識していただければと思います。で、1時間の値動きですけども、私たちが勝負するのはここです。じゃあ一体どうすればいいんだって話なんですけども、下への値動きってのは、今までも散々から紹介しましたように、ここで大きなゾーンを作ってるわけですよ。つまり、この箱の中に値動きは入ってくる可能性は非常に低いですよと。昨日もそれをもとに150円抜けたら倍で取りましょうって言って、この動きが確認できたわけですよね。でも、だからといって上の方に限りなく向かうのかっていうと、そんなことはなくて、実はね、上の値段もこういうふうに切り下がっていってるってことを考えると、ここはまだ未確定なんですけども、こういうふうな形で三角形を持つことができるのは、先ほどの4時間と同じなんですよ。だから、ここを抜けたらね、
上にブレイクする、この辺りまで。そういうふうな図式は引けるんですけども、今のところブレイクするどころか、跳ね返って下に行って、動きがね、どんどん圧縮されている形になります。ここはまあ未確定なんですけども、こっちに向かう可能性高いですよね。まあ、そうなってくると、どこでブレイクするのか分かりませんけども、そのブレイクの瞬間を狙って抜けた方向についていくっていう方針は変わらないかなっていうところです。下に抜けた場合は、抜けてすぐにまた反発して上の方に押し目を作って、伸びていくってこともありますんで、そこは用心した方がいいので、下に抜けた際は用心、上抜けた場合はそのまま一定割合で30ピップスとか40ピップスを狙ってね、エントリーすればいいんじゃないかなっていうところですね。はい、じゃあ火曜日、水曜日ともテクニカルで動いていきますので、今のね、講座解説を、何?相場解説をもとに、組み立てていただければと思います。それではまた後ほど追加放送しますね。